オーケごめん、起こしちゃったかしら。なんか気持ちよさそうに寝てたから、つい眺めてたのよ。リズか。そうか、俺、寝てたのか。でも、私が近づいて起きちゃうくらいだから、キリトの眠りはまだまだ浅いってことよね。ん？何を言ってるんだ？実はね、最近仮想世界の寝心地について研究してるの。仮想世界の寝室は無音に設定できるじゃない？だから眠ることに関しては一般的に現実よりも快適らしいのよ。そこからさらに眠りの質を上げるためには、そう、寝具が大事なのよ。枕にベッド、掛け布団のことね。は、はあ、知ってた？寝具ってアイテムだから加工可能なのよ。私 SAO ALO と職人として渡り歩いてきたでしょ。だからかな、より睡眠の質を高められる加工方法に今すごく興味があるの。ああ、なるほど、ようやく意味がわかったよ。興味があるって顔をしてるわね。よし、じゃあ、あんたの睡眠の質を上げるためにベッドとか枕のカスタマイズさせてもらってもいいかしら。それって、いわゆる実験台なんじゃ。ちょっと、誤解を招くような言い方はやめてよ。これも、すべてあなたにより快適な睡眠をしてもらうため、キリトのためなんだから。あは、そうですか。Hehehehe